ハッピーとじゃねようこそ。こんにちは、ピーパパです。ですね、ガシャコンシリーズのレゴ化、ガシャコンブレーカーの方から始めまして、今回で2作品目になりますね。ガシャコンスパローを、作ってほしいというふうな、リクエストの方をいただいて、ガシャコンスパローを作ってみました。いかがでしょうか。はい、後ろの方に、実際のデラックス版のですね、ガシャコンスパローあるんですが、かなりのクオリティで、できたんではないかと思います。こういう風にして、外すこともできます。はい、で一応こちらですね、ガシャとですねセットできるような形で、ちょっと作ってます。で、ちゃんと下の部分もですね、こういう風にピンク色で加工してますし、ちょっと見ていくとこんな感じですね。はい、ボタンの部分もちょっとですね、突起というかちょっとですね飛び出して加工しております。であとはここのですね鎌の部分もですね、本物 のデラックス版と同じような形で、はい、ピンク色で仕上げてます。反対側の方もですね、ボタンの方 B ボタンの方も、水色にして、鎌の部分もですね同じように、ピンク色で仕上げています。はい、結構クオリティ高くできたんではないかと、ハッピーパパ的には満足しております。ただちょっとレゴなので、ちょっとですねちょっとした衝撃でバラバラバラっと、崩れたりしたりしますので、そこはちょっと、そこはレゴで仕方がないところなんですけど、なんかで作ってみた感想なんですけど、クオリティ的にも満足はしてるんですが、なんて言ったらいいんだろう、ゲームに出てくる本当になんかマインクラフトに出てきそうな、なんか武器になりました。結構でも本当実際のデラックス版のガシャコンスパローと比較しても、丸みはないんですけどね、どうしてもこう角張ってはいるんですけど、結構いい感じにできたんじゃないかと満足しております。あ、外れちゃいました。はい、いかがだったでしょうか。仮面ライダーエグゼイトのですねおもちゃ、デラックス、ガシャコンスパローの方をですねレゴで作ってみました。仮面ライダーレーダーとか仮面ライダーゲームの方がですね使用してました。最近ではちょっとめっきり、出番が少なくはなってしまったんですが、ハッピーパパ的には、ガシャコンシリーズの中でもかなり上位の方で気に入っている、ガシャコンになります。ハッピートイチャンネルではですね、こういう風に仮面ライダーエグゼイド、キューレンジャーのですね、おもちゃをこういう風にレゴ化したりですね、それぞれのキューレンジャー、エグゼイドのですね、おもちゃの開封、そして遊び方の方を紹介させていただいてます。この動画を見て、よろしければ、コメント欄の方にご意見、そしてまたですね、高評価いただけるとまた励みになりますので、よろしくお願いいたします。また、今後ですね、ガシャコンシリーズ続々、作っていきたいと思ってますので、お楽しみにしててください。またこういう風な、おもちゃもレゴ化してもらえたらありがたいっていう風なご意見、いただければありがたいです。よろしくお願いします。はい、それでは今回もご視聴ありがとうございました。以上です。次はですね、のをレゴ化したいと思ってます。お楽しみに。